八戸三社大祭。八戸三社大祭は、毎年7月31日から8月4日に、青森県八戸市で行われる神事を根拠とした祭りである。無形文化遺産であり、東北地方最大級の神事でもある。7月31日の前夜祭り、1日のお通り、2日の中日、3日のお帰り、4日のご夜祭という日程で行われる。 三社とは、八戸市内の法霊山、小上神,神社、法霊神社、長者三白木神社、新名ぐのことで、三社の三越行列と、市内各町を中心とした組の二十数代の華麗な人形出しが、神社の氏子として八市中心市街地を巡行する。期間中は百五万から百十万人の観光客が訪れる。2004年2月6日に、 八戸三社大祭の出し行事として重要向け民族文化財に指定された。2016年11月30日に八戸三社大祭を含む全国33の山、保護、屋台祭りがユネスコ無形文化遺産代表一覧表に記載が決定し指定された。それを記念し2017年は期間を1日延長して8月5日を ユネスコ登録記念の記念祭として実施された。また、ポスターなどに書いてある294年の歴史と伝統などというのは、あくまでも祭りの始まりである高齢者祭礼のことであり、三者大祭としては2016年に130年目を迎える。江戸時代の教法七1721年、八の半反創陳述として、 藩主をはじめ町民より厚く信仰されていた、法令者、現在の神社に対し、日寄骨並びに、豊作感謝の意を込めて、御輿を、長者さん国蔵堂、明治になり神仏分離令により、長者さん白木神社に渡らせたのが三者大祭の始まりである。当時は、法令者の御輿行列は市内を練り歩き長者さんに、到着後、中日を経て三日目に、 行列ともども法令者に帰還するという祭りであった。後にその御し行列に対して、踊りや屋台出しなどを奉納する形で町民がついて回り、現在の形へとつながっていく。江戸時代当時法令者祭礼は藩による運営で、御し行列許可、祭礼日程などはすべて藩によって取り仕切られ、養殖にあった家臣が、止め付けや奉行として、行列運行の役を担っていた。 また、木内人の丸に鎮座していた高齢者は、すぐ近くに南部下の居城があった関係で一般の参拝が許されていなかったが、祭礼の時期だけは午前8時から午後4時までの間のみ、一般領民などの参拝が許されていた。江戸期の祭礼の様子に関しては、八の平藩日記、高齢御神事書自閣、高齢御神事日記など、藩などが記した文献で確認されている。 現在は三者大祭を取り行う根拠となる法令山、神社の神社行列に加え、明治期になって参加した長者三白木神社、新名宮の各神社行列、それに夫妻として合計二十七台の豪華絢爛で巨大な出汁が市中心部を運行する形となっている。夫妻となる出車の大きな特徴は人形が競り上がり、 左右の大きく広がる仕掛けを持つ豪華な出汁にある。当初は一体の人形を乗せる程度だったものが、明治の中頃より物語を表現する出汁に変化し、昭和50年代頃から徐々に仕掛けが施されるようになった。近年では煙が吹き上がるなどの仕掛けもあり、豪華さ、荘厳さでは他に例を見ない規模となっている。出汁は町内ごとに制作されるが、 これは明治時代に大沢多門が発案したものと言われている。明治時代の中頃までは江戸時代の影響を色濃く残した人形出汁が使用されていた。明治20年頃から様々な飾りをつけた風流出汁と呼ばれる出汁が流行し、江戸時代からの伝統的な出汁は衰退していった。祭りにおける当時の出汁の位置づけは臭いとされたが、明治30年代から だしとの表記が定着するようになる。明治時代のだしの構造は、現在残されている、当時の写真から見る限り、台車、岩や波などの飾り、人形の三層構造のだしとなっている。また、昭和初期までは、祭り期間の間、丸いの木上鎮が飾られ、1メートル程度だけに花を、つけた、のき花と呼ばれる飾りが商店街に付けられた。 その他商店街では祭りに合わせ店頭に蓄音機で音楽を流したり、池花を飾るなどの催しが行われていたようである。昭和41年、1966年から昭和49年、1974年まで一時期、八戸絵、祭りと変更されていた時期がある。これは、全史的バックアップで東北四の大祭りに肩を、 並べようという観光面における構えから行われたもので当時資金難に陥っていた神社側と町内会側はこれを一旦は容認した。しかし、やがて神社関係者や地元有識者などから神社神事であることが忘れられてしまう。観光主体の祭りになってしまう。との声が上がり、観光戦略としても効果が上げられず失敗を重ねてたため、 元の名称に戻された。事実、信仰や観光を伴う、神道式の大祭であるにもかかわらず、八の絵、祭りの時期には、一神教であるキリスト教の不教者がプラカードを掲げて、各世器で教えを解きながら参加したりするなど、にわかには考えられない失態を晒したという歴史があり、逆に三者大祭の歴史的意義や、観光価値を著しく低減させてしまう結果となった。 略称は、三者大祭で、三者は、三者ではなく、三者と読む。また三者大祭は、祇園祭りの流れを汲む初秋の昼の神社行列であり、あくまでも神事である。したがって、同じ青森県の青森ねぶたなどのように、宵宮や灯籠流しの意味合いを持ち番下の夜の、客参加型祭りであるね、二とは、神事、セレモニーであるか、神事ではなく、 宗教的民間風習の発展した、祭事、フェスティバルであるかの部分が大きく異なる。開催期間は7月31日から8月4日。ただし、神社では、元々の法令者祭礼日程において、大祭中日に当たる9月2日に、出し組関係者や行列部部社、観光コンベンション協会会長などの参列によって、現在でも、例大祭より行っており、 この日をもって、すべての三者大祭神事が収められたとしている。2017年は、前年に、ユネスコの無形文化遺産に登録されたことを記念して、期間を1日延長して8月5日まで実施し、ユネスコ無形文化遺産登録記念祭の特別祭として、当日は、市長前の市民広場で、セレモニー、17台の出し展示、お囃子、かぐら披露が行われた。また、 期間中は、八戸市町前市民広場、長者祭りング広場、八戸町中広場、町庭にお祭り広場が設けられ、多くの出店が立ち並ぶ。八戸市町前では、祭り期間の後半の3日間、中日から5夜祭にかけて、二、八戸青年会議所の主催で開催される。さらに、八地でも、歴史を重んじたやや小型の出汁が展示される。 運行コースは近年、観光客に配慮する形でその年により、変更されている。現在の運行コースは、以下の通りである。平成20年現在、三者大祭期間以外では、以下の場所で出汁を見学できる。この三者大祭の期限並びに、開催の根拠は、神社大祭神事であるため、お通りは、神社より、みこし並びに、 各神社行列と出しが出発し長者さんへ向かい、お帰りは長者さんを出発して神社に帰るというが本来の意味である。しかし市や運営委員会、観光コンベンション協会などでは観光面を重視し、お帰りの際、伝統的に神社に帰るルートを変更して、市内目抜き通りを直進させるという観光重視案を採用したため、お帰りでは 神社行列のみ伝統にのっとった運行ルートでご神体を帰還させ、他の出しなどは神社にご神体が帰ることにはぐぶせず、関係なしという状況が発生している。つまり、名称はお帰りというが、神社行列以外はお帰りでも何でもなく、ただ行列を組んで歩いているだけという状態がずっと続いていることになる。この問題が持ち上がって、以降当時の 第30代神社宮寺は、ご身体を正しく官魚のとにつかせないという恐れを知らない。この行為を、どのように神前に相乗すればいいのかに苦しみ、2015年現在では、不祭りが観光に最後まで愚部しない理由を正当化する言葉が見つからずに、その旨相乗せず、という現状が続いている。一度は神社も一年のみ、この年は特別に、 八戸市の姉妹都市であるアメリカのフェデラルウェイ市からの来賓が参加することに配慮したという条件付きで観光協力の面から観光重視案を受け入れものの、翌年になって当初の約束を保護にして観光重視案を採用するという運営委員会に対し、神事の意味が失われ、ただ大規模なだけのイベントになり下がることを恐れた神社が反発したため現在のような形になっている。 この問題に対しては、市民の間でも意見が分かれ、本来の伝統や意味よりも、観光面を重要視するべきとの意見と、本来の開催意義を失った、観光重視の姿勢に疑問を呈する意見が、対立している状況にあ、過激な意見としては、出しだけあれば神社はいらないというものもあり、地元市である、東欧日報には、来年も三神社が揃って開催されることを望む、などという、 まるで神社が揃わなくても大祭が行われることが前提のような記事が掲載されたこともある。近年、対象の価値向上のために、その意味を重視したマーケティング手法が成功を収めることが状態化しているが、なぜなのか八戸ではその流れに逆行した意見が、小裸に叫ばれているという状態にある。しかし、この問題に関する運営側を含めた地元の意識は、 非常に低く楽観的で、三者滞在は特別な祭りであるという根拠のない自負で成り立っている。伝統形詞の例として、公式な印刷物には本来それぞれ神社出発、白木神社出発となるべきところを、お通りの出発は、八戸市町前で、お帰りの出発地が、タ谷町と記されており、伝統重視の姿勢は見られず、一人よがりで、成果を見ない。 観光戦略が容認される一員となっている。この祭りを開催するにあたって、神社の経済的負担は大きく、神社で90万から150万円前後の赤字、白木神社で180万円、230万円前後の赤字、鏡木場打球費用含む、新明宮で数十万円前後の赤字を、毎年出している状況にある。また、 大祭に使用する祭具の維持補修などにかかる負担は一般的に販売されているようなものではないために破格に大きく祭具保存会からの数十万円の補助金を得ていても追いつくものではな破損したものを補修できずに利用し続けているなどの問題も発生している本来あくまでも神社祭礼でその感謝の意味で行われた祭りであるが現状では 各神社御祭人に対して市民奉仕を強いている形になっている。また日本銀行青森支店の調査によると、3社、大祭は経済波及効果が80億円以上あるということだが、現状神社ではせいぜい多少の再選が増える程度であり、その経済効果が神社に還元されることは一切なく、前期の通りただ大祭開催のための赤字を生み出すという図式である。 つまり、現状八の兵三者大祭とは、三神社それぞれの大損失の上にあぐらをかいて80億円超の経済波及効果及びそれに伴う税収を生み出すという負のビジネスモデルとなっており、三神社もこの球場を運営委員会に訴えているものの、神道が行政から支援を受けることを嫌う、共産主義団体と仏教団体が猛烈に反対したために、 それ以上踏み込むことができずに現在に至っている。八戸三車大祭の出しは大きくて、重さも10トンを優に超えるため、出しの大型化、並びに引きで不足といった要因から、坂道などを登るにあたり、人力だけでは厳しいために近年は台車にエンジンを、のし自走可能にした出しが一般的になった。しかし2002年、警察から自走可能な出しは改造車であり道路。 交通法違反との指摘を受けたため、2009年に新たな祭りのグランドデザインが策定され、2014年までに台車の軽量化、エンジンの不使用等を完了する計画が明らかにされた。ただ、この変更により出しの大きさに関する制約が厳しくなることから、祭りのアピールポイントがなくなるとして、計画の実施に抵抗するものが少なくないほか、 新たな台車の製作に必要な費用負担の問題もあり、実際の取り組みはばらついている。非常に有料すべき点として、他県においては、様々な方法で、動力付きの出し台車を容認している事例があるにも、かかわらず、八戸警察署が認めない理由について、憶測や邪水が蔓延してしまっており、津軽地方出身の代々の八戸警察署長が、 近年対等してきた三者大祭を心よく思わずに、言いがかりをつけているなどという意見が真剣に主張され、八戸市民の多くがこれを事実として受け止めている。東北全体は夏祭りで盛況を得る。この時期に、このような対立図式を生み出す恐れがある主張は、望ましいことではなく、観光コンベンション協会などでは、八戸警察署は非常に協力的であるとしていい。 八戸絵出し振興会の提言により、出しが動きながら仕掛けを動かすのは危険であるため、2014年より、特定の場所に差し掛かった際に出しを停止して仕掛けを動作させるようにする方式が取られ、この結果行列運行の予定時間は大幅にオーバーし、交通規制を含め各所対応に追われることになった。安全対策は最重要ではあるものの、 大祭の運行には支障をきたし出し関係者などの多くから不満が噴出する結果となったために今後具体的にどのような危険性が存在するのかなどを科学的に調の上最善の方法を模索していく必要があると考えられる。2014年の八の平三社大祭お帰りの際神社へ歓業する行列の中で新予大社を引いていた馬が暴走し 骨折などの重軽傷者を出す事故が発生した。これを受けて2015年神社では今まで290人以上毎年使用していた馬を一頭も使わないという決断を下し、おみこしをトラックの台車に乗せて運行するという事態に発展した。このトラックでのみこし移動に対してインターネット上をはじめ地元市のインタビューなどでも批判的な意見が多く上がっていたが、 神社では2016年以降も確実な安全対策が見えない中での馬仕様に慎重な姿勢を見せており、今後馬が行列に復帰する目途が立たない状況となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。